ボスになる人は自分の欲だけに生きてる人で、まあ、自分のボスがまたいるわけですよね。その人に気に入られるために自分が犬になって自分もボスになって、その繰り返し、悪循環の繰り返しになることだと思うんですよ。自分を犠牲に して先頭に立てる人ってなかなか今この世の中いないと思いますし、まあ今見渡してもそういう人が自分をあって上に立った時に説得力があって何か変えられる人なのかなって思いますんで、視野を広げないとやっぱみんな自分の利益だけを追求していくと結局ボスになってしまうんで、まあ、それだけではないぞと、まあ、ボスになって気づくこともあると思うんですけど、そうですね、リーダーを目指して頑張りたいですよね。ロスタイムトーク。